パチンコで勝てる仕組みとは。はい、どうも、かなこです。今日はですね、パチンコで勝てる仕組みについてお話ししていきたいと思います。はい、まずそもそもですね、パチンコで勝つことはできるのか。はい、まずこのそもそもの話からさせていただきたいなと思います。はい、結論言います。結論、正しい知識と技術を身につければ勝てることができます。はい、よかったですね。これでね、結論勝てませんって言ったらもうね、動画終わりですから。はい、勝つことができます。はい、じゃあね、なんで勝てるのかっていうのをお話していきたいと思います。ホワイトボードを用意してきました。パチンコで勝てる仕組みとは、はい、順々にご説明をしていきたいと思います。1、パチンコを投資として取られることができる。これどういうことかというと、まあ、パチンコね、ギャンブルだっていうふうなイメージを持ってる方が大勢いると思うんですけど、まあ、ギャンブルっていうのはどういうものかというと、1人が1万円かけます。で、10人が集まって、そのうちの1人だけがそのかけた10万円を手にすると。そうなったら、まあ、還元率は 100% ですよね。はい、ただ、まあ、ギャンブルはそう甘いものではないので、1人が1万円かけて10人が集まって10万円集まりました。ただ胴元がお金を抜くので7万円が1人もらえますと。それがギャンブルです。はい、なのでこれは還元率は 70% と、そういう風になります。はい、ただパチンコはですね、実は他の、まあ、ギャンブルと言われているもの、世間から、はい、競艇とか、まあ、競馬とか、まあ、カジノもそうですね、はい、とかに比べて、ちょっとカジノは僕はよくわからないんですけど、還元率が高いです。はい、で、まあ、正直、まあ、僕が勝ってるような投資志向の人からすると、この、まあ、パチンコですね、パチンコ還元率高くて、宝くじやってる人の方がバカだなと僕は正直思います。投資という観点から見るとね、宝くじはすごい低いです。はい、で、パチンコはまあ投資として捉えて還元率も高いというところです。続きまして、2つ目、店側が客に還元したいライブを用意してくれる時もある。はい、先ほど還元率という話をしましたけど、この還元率が 100% を超えてくる時もあるんですよ。まあ、どういうことかというと、1人が1万円ずつベットして10人が集まって10万円集まったにもかかわらず110万円を手にするみたいな、それが 110% ですよね。はい、これを店側が意図して用意してくれる時があります。はい、お店側からすると、まあ、お客さんにずっと負けてっていう還元率低いことばっかりやっちゃうと、お客さんが来なくなっちゃうんですよね。なので意図的に、まあ、イベントとか、まあ、出したい日にちを作ったりとか、還元したい台を作ったりとかしてくれて還元する時もあります。はい、そこをしっかり見極められるのがパチンコです。はい、なのでそこを見極めて、そこを正しく打っていけば勝てると、そういう仕組みになっております。はい、3つ目のご説明します。3つ目、9割の人が本気で勝ちたいとは思っておらず負けているから。はい、先ほどもご説明しましたが、まあ、パチンコはね、娯楽と捉えている方がほとんどです。まあ、法律的にも娯楽と、そういう位置づけになっています。はい、で、僕もまあ毎日のようにパチンコ屋行って、まあ、周りを見ているんですけど、やはりね、まあ、本気で、まあ、勝ちにこだわって打ってる人はそういないかなと思います。はい、まあ、決して指定してるわけではないですよ。まあ、それも全然正しい選択だとは思うんですが、なので、まあ、でも本気で勝ちたい人はいない、ほぼいないので、本気で勝ちたいと思って、正しい知識を身につけて、はい、で、正しい技術ですね、技術を身につけることができたら、ほぼ勝つことができると、長期的に見て。まあ、僕でも1日では負けることがあります。はい、ただ、まあ、長期的にですね、まあ、僕11年間パチンコしてて、負けたことは、月に負けたことは1度しかありません。はい、長期的には勝つことができますと、そういうことになります。はい、では今日お話ししたいことのまとめいきます。パチンコは投資として捉えることができる。パチンコは他のギャンブルに比べて還元率が高い。パチンコで本気で勝ちたいと思って、正しい知識と技術を身につければ勝つことができる。以上、パチンコを勝つ仕組みとはについてでした。では次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してお待ちください。バイバイについてでした。では次の動画でお会いしましょう。はい、チャンネル登録してお待ちしてます。今
話なしか。